こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズはライカの大変人気の、定番レンズですね、標準レンズのズミルックス 50mm 第一世代になります。はい、ご覧の通りですね、ズミルックスの 50mm F 値が 1.4、 シリアルが1788158ですので、1960年のドイツ製のズミルックス 50mm ということになりますね。はい、ご覧の通りですね、非常に綺麗なこのルックスからですね、貴婦人の異名を取るライカの工業芸術品と呼ばれる人気レンズですね。はい、では外観から見ていきます。ご覧の通りですね、外観はほぼ使用感、経年感見られず、すれ、傷、当たり、へこみなどなく綺麗な状態ですね。油汚れの詰まりとかもなく綺麗な状態です。備品と言っていいレベルですね。はい、ご覧の通りですね。はい、フロントも綺麗で、落として歪んだりとかですね、曲がったりこうガタがあったりもしませんね。はい、マウント部も綺麗です。マウントは M マウントですね、ライカ M3 とかですね、 M8、 M9、ライカ M デジタルのようなですね、 M マウントデジタルカメラにも現役でご使用いただけるレンズになってますね。はい、レンズですけれども、前玉後ろ玉ともにですね、非常に綺麗な状態で、擦れ傷、引っかき傷、コーティングの剥離など見当たらないですね。後ろ玉も綺麗ですね。はい、前玉にですね、ルーペで見ると見える小さなですね、とぶつけたのかわからないんですけど、ちょっと点がついてるんですけれども、ルーペで見たところですね、ちょっと傷だったんですけれども、点傷があるんですけど、ちょっとビデオでは見にくいですね。はい、まあ、ルーペでしか見えないような傷なので、まあ気にする必要はないと思いますね。もちろん画質にも影響はありません。はい、で中玉も曇りカビ、はありませんね。はい、バルサミ切れもありません。非常に綺麗ですね。ホコリチリの混入もほぼほぼ見られませんけれども、まあゼロではないというレベルですね。はい、内部の清掃、各部グリスアップ、整備、ピント調整など、一通りの整備をご希望いただける場合はですね、オプションからお選びいただければと思います。まあ、このままでも十分お使いいただけます。はい、絞りはですね、軽快に動作してますね。はい、油の乗りや羽の痛みもないですね。はい、ピントのリングヘリコイドもいっぱいまで動きムラなく動いてますね。滑らかですね。はい、グリス切れのスカスカ感とかですね、固着して硬くなったりもしてないですね。はい、はい、いい感じのトルクで回ってます。はい、外観、光学、内部機構ともに非常にいい状態のズミルックス 50mm ですけれども、付属品がこちらのリアキャップとライカ純正のUVA フィルターですね。はい、はい、先端にねじ込み式になるようになってますね。はい、それとこちらの、こちらもライカ純正の専用のフードですね。はい、非常に綺麗な、いい作りの渋いフィルターです。フィルターフードですね。はい、はめ込み式で、こう挟み込み式になってまして、このように固定してご使用いただけますね。はい、でこれを逆さにしてですね、取り付けていただいて、こちらのキャップをつけることによって、フロントキャップに
なりますね。はい。はい、ということで、大変いい状態の人気レンズ、ルミルックス 50mm 第一世代、シルバー共同になってますね。前後のキャップ、専用フードと、純正フィルター、UVA フィルターですね、が付属しております。大変人気のレンズでして、入荷してもですね、結構すぐに出てしまうことが多いので、ぜひお早めにチェックしてみていただけましたらと思います。以上です。